わかねえじゃねえか。セール、ロックを解除できるかい？ちょっと待ってくださいよっと。さすがだな。奥の通路を進むと昇降機がありますので、それを使って第11層に向かってください。よっしゃ、行くぜ。ここが第11層。最上層の手前まで来られたということね。みんな、ソウルケージだ。つまり魂が保管されているのさ。ここにあるやつ全部か？ああ、さっきの虐殺で相当な数の死者が出たからね。その魂が処理されてこうして並べられてるはずだと思ってたんだが。ねえ、ソウルケージって確か魂が収められると緑色に点灯するのよね。だけどここにあるのはほとんど消灯してるわ。もうすでに使用済みってことか。このために自分の兵を殺してレギュレーターを奪ったっていうのかよ。誰だ？アルフィノ？それにヤシトラとエスティニアまで。安心してくれ。トライオラの防衛には成功しているよ。敵軍の撤退を確認した後、リオー・コーナとも協議した上で、私たちだけだが応援に来たのさ。途中バックルームとやらによって大方の事情は聞いた。また厄介なことになっているようだな。魂を資源として力を得ようというのは容易にも似た考えね。この事態に収拾をつけたら詳しく話を聞きたいものだわ。安心したわ、いろんな意味でね。知ってると思うけど、かなりの犠牲者が出てる。なんとしてでもここでゾラーチャを止めなきゃならないわ。みんな、ここまで来てくれてありがとな。もう一度だけ力を貸してくれ。ゾラージャを倒して、トライオラに笑顔を取り戻すために。それじゃあ、私の案内はここまでだね。みんな、必ず無事で帰ってくるんだよ。ああ、決着をつけてくるぜ。
んだよあれ。あれってボイドゲート？途方もない大きさだ。ああ、アジダヤを食らったゼロムスだってこれほどの大きさのゲートを開けるには至らなかった。そうね、これはボイドゲートではないわ。少なくとも第13世界には通じていないもの。まさか。ええ、あれはおそらく別の共造世界へとつながるゲート。まさかそんなものが。ドーム内の土地が融合していただけじゃなかったのか。説明は後よ。彼がそこにいるわ。人が人の姿を保ったままで保有できるエーテルの量にはどうしたって限界があるわ。ゾラージャは大量の魂を体内に取り込んだことでそれをとっくに超えてしまった。どう見ても無事ではないわ。けれどそれと引き換えに魔王級要員に匹敵するほどの力を蓄えている。ゾラーシャ兄さん、ここで決着をつけるぞ。私はウクラマト、トライオラの武王。お前はゾラージャ、神聖アレクサンドリア連王国の武王。最後の勝負だ。お互いの背負ったものをかけて。いいだろう。ならば俺もこの一戦に命を懸けよう。全ての魂を我が力の糧とし、お前たちを倒す。そして連王の座を継承したお前を殺し、証明してやる。この俺こそが真の後継者にふさわしい存在であると。
ゾラージャ兄さん。受け継いでないなんて、そんなことあるか。青いフビゴ族はあんたとグルージャしかいねえだろ、バカ野郎が。
まだ終わっていないわ。ゾラージャ兄さんは死んだ。もう戦う必要なんてないんだ。スフェン、お前みんなありがとう。ゾラージャから民を守ってくれたこと、本当に感謝してもしきれないよ。それからごめんなさい。謝られたって。お前がトライオラ襲撃を企てた事実は消えねえ。だがその復讐としてお前を殺せば、今度は国同士の全面戦争に突入しちまうだろう。そうなりゃもっと多くの笑顔が失われる。だからここから先は戦い以外の道も探さなきゃダメなんだ。今すぐ手を取り合って生きることは無理だとしてもな。そんなこと永遠に叶わないよ。何？できないよ。もう遅いの。私がゾラージャ王と手を組んでいた理由は、トワ人を生かすためのエーテルが欲しかったからなの。聖者を殺すことで得られる生命力のエーテルが。でもゾラージャ王が裏切り、彼も彼が作り上げた軍隊も敗北した今、トワ人たちを生かし続ける望みはついえてしまった。もう諦める？ううん、できないよ。だってみんな大切な家族だもん。肉体があるかどうかなんて関係ない。私はみんなの王様だから、できることがあるなら何だってする。スフェン、よく聞いて。民を守りたいっていうあなたの意思は尊重するし、文化や考え方を頭ごなしに否定するつもりもない。でも自国の死者のために他国の聖者を殺すなんて間違ってるわ。そっか、君たちは彼らのことを知らないから、トワ人を死者だなんて思っちゃうんだ。彼らは死んでない。誰かが覚えている限り命に終わりはないんだよ。君ならわかるよね。そこにいるカフキワさんが命なき空っぽの存在で消えてもいい人だなんて私は絶対に思えない。私は
旧アレクサンドリア王の記憶を受け継ぎし者、愛する家族である民を守りたいという願いはどんな願いにも勝る。家族を守るためならどんな犠牲も厭わない。アレクサンドリアにはこんな伝承がある。遥か遥か遠い昔、別の世界から厄災を逃れるために特別な力を使ってやってきた一族がいると。その力を発動させるための鍵は人々の強い願いに呼応するとされ、時に様々な場面で奇跡を起こしてきたという。それは世界をつなぐ力の核。プリザベーションはその神秘を明らかにしようとエレクトロープ技術を用いて研究を続けてきた。結局、全てを解き明かすことはかなわず、制御法も不完全なままではあるけれど、リビングメモリーに生きるみんなを守るためにはこの力に頼るほか道はないんだ。それでお前は何をしようってんだ。何十年も何百年もあがき続けてきたけどダメだった。優しいだけの王様のままじゃ民は守れなかったんだよ。だから私も戦うって決めたの。愛する民を守るためなら私は史上最悪の王にだってなってやる。スフェン。